また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。AGM のパッド P2 です。AGM といえば私のチャンネルでは過去にですね、タブレット、タグネスタブレットね、紹介をしていますけれども、まあ、今回発売されたのは、 タフネスではなくてどうも普通のタブレットということです。AGM はね、タフネス,スマートフォンとかね、タフネスタブレットのイメージが強いと思うんですけども、どうやら普通のタブレットのようです。それではね、早速開封していきたいと思います。それではね、同梱品を見ていきましょうか。 まずは書類関係が入っています。こちらは説明書と、あとですね、こういったステッカーですね。ステッカーも入っています。説明書の方は多言語に対応していて、一応日本語の表記もあります。あと付属品としては、SIM ピンとですね。 こちらに充電用のタイプ c タイプ c の c c ケーブルが入っていますプロ以外に充電器です充電器はですねちゃんと PSE マークがついています。で日本語で、えー、書かれていますね。日本用ですね。で最大の出力は 20W。本体の方も 20W の急速充電に対応しています。それでは本体の方を見ていきたいと思います。で本体はですね、初めからですね専用のケースに入った状態で箱の方に入っています。 でこれはでですすねねここういうい感じのケーースカバーなんです、ね、こっち側に開いて、この後ろがですねちょっとこういう感じですね。はいこういう感じでマグネットでついてはいこういう感じになるということで、まあ、よくあるねお風呂のふたとかこちら側に溝が切ってあってこちらで立てるというタイプではありません。でこちらがねこうがっつり開いているタイプになります。 なんでこうなるかというと一応公式のページを見るとキーボード付きキーボードなしというふうに2つの、ね、種類がありますですのでこのケースについては基本的にはねキーボードを置くように作られてるといった感じですもちろん置かなくてもねスタンドとしては使えるんですけども、まあ、そらくキーボードを使うためにここがねまっすぐになってるんだと思いますこちらはね全然折りたためないんですよね背面のギミックはこういう感じですね こ,こ,がこう折ると出てきてマグネットでくっつきます。でこういう感じ。こちらのカバーはですね、えっ、ー、と PU みたいな感じですね。ちょっとまあ、レーザーっぽいっていうところまでいきませんけど、まあビニールっぽい感じの素材になっています。でこちらはですね、TPU のケースですね。色がついた、ちょっとグレーっぽい色がついた半透明の t p のケースになっています。 ここにシールが貼ってありますけど、ちょっと見えづらいかもしれませんが、ちゃんと技的マークついていますね。それではね、本体の方を見ていきたいと思います。まずサイズは10.95インチですね、まあ。いわゆる11インチと呼ばれているサイズになります。最近増えてきましたね。で解像度は 2000×1200 です、えー。約16対10の比率ということで、こちらもですね、最近のトレンドをしっかりと押さえています。で、これはですね、まあ、これもよくありますね。ガンメタのグレー。 かつちょっとマット調ということで金属ボディになっています。それではね、ぐるっと見ていきましょう。まずは、短い方の辺にスピーカーが2つですねで。こちらに電源ボタンがあります。逆サイドの短い方の辺にもスピーカーが2つ。真ん中にタイプ C ですね。で、sim スロットがあります。で、この角にですね、3号のイヤホンジャックありますね。長い方の辺で横向きにしたとき、上になる方ですね。こちらにはボリュームボタンがあります。 でここがですね、ちょっとこういう感じで、まあ、おそらくアンテナみたいなものがこう入ってますねで。全体的なデザインは、これもね、もう多いんですけれども、いわゆるスクエアデザインですね。角がしっかりと出た感じです。まあ、このデザインがもう一番無難だし、 まあ一番使いやすいんでね、まあ、最終的にみんなこういう形になったのかなという感じです。それでは重量ですね重量は5 1 8ムですでバッテリーの容量は7 8 5 0ペア、ah、ワということで、まあ、気持ち少なめですかねえだいたいもうね11日だと、まあ、8000超えているものが多いと思うんですが、まあ、その代わりといってはなんですが若干軽いですね。 厚さは約7.7ミリですね。で、7.7ミリなんですけども、カメラはかなり出っ張っています。で、こちらのね、アウトカメラはなんと5000万画素のカメラです。センサーは JN1 ということで、まあ、よくね、格安のタブレットのメインカメラとして使われたり、結構ハイエンドの端末の広角カメラとかね、使われたりする、割と評判のいいね、センサーを搭載しています。で、一応2つあるように見えますけど、こっちはライトですね。 ちなみにですね、専用のケースカバーを付けると8 7 7ムということで、まあ、結構ね、ケースがしっかりとしているので、ケースを付けると結構重たくなりますね。それではね、端末の方を立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じですね。特に余計なアプリは入っておりません。ストレージはですね、256GB です。初期の状態で 13.49GB ト使っています。 メモリーは8イトです。アンドロイドバージョンは14です。ディスプレイサイズはね、先ほど言いましたけど、10.95インチ、約11インチです。解像度は 2K ディスプレイですね。2 0 0 0る千二百ですで。画面のリフレッシュレートもですね、これ最大9 0ルツに対応しています。まあ、自動と60固定と90固定と選択することができます。 それではですね、アンツベンチマークやってみました。こちらの端末は SOC はヘリオの G99 ですね。こういった格安のタブレットにはよく使われている SOC です。スコアの方は40万点前後と言われています。こちらも平均的なスコアが出ていると思います。それではですね、まあ、ブラウザ使ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。えー、まあブラウザ程度であれば特に問題はないと思います。戻る。 はい、戻るのもちゃんとね、サクッと戻れますね。はい、次のニュース。はい、特に問題はなさそうですね。やはりスムーズですね。それではいつもやってます。Google マップで東京駅検索してみたいと思います。はい、こちらも非常にスムーズですね。はい、特に問題はありません。なので、まあ、重たいね、めちゃくちゃ重たいゲームとかそういうものでなければ、 まあ特に問題なくね、利用できるんじゃないかなと思います。まあ、動画視聴、ブラウジング、SNS のチェック、あとメールのチェック、簡単な書類作成ですね。まあ、それぐらいであれば十分できると思います。こちらの端末はですね、メディアテックの SOC なので、GPS 特に問題がありません。本当にですね、ユニソックの SOC の GPS はあんまりね、性能が良くないので、 まあそういう部分で GPS を使う方はやっぱメディアテックの SOC ですね。まあ現状ヘリオの G99 を搭載したタブレットの方がいいと思います。まあこちら問題ないですね。衛星56個見えて34個使ってるということで、まあ、特に問題はなさそうです。それではですね、次はワイドバインのセキュリティレベルを確認しようとしたんですけども DRM インフォが利用することができません。最近こういう端末ありますね。 amazon プライムビデオ再生しています。一応ですね、ちゃんと HD 動画再生ができますね。おそらくワイドバインのセキュリティレベルはレベル1だと思います。次はですね、ネットフリックスで確認をしてみました。そうするとちゃんと HD マーク出ていますね。だからワイドバインのセキュリティレベル、レベル1にも対応していますし、ちゃんとネットフリックスの HD 動画の再生もできます。 アプリのですね再生仕様で確認してもちゃんとねワイドバインのセキュリティレベルはレベル1です。最大再生解像度フル HD ということでこちらも特に問題ありません。スピーカーのテストやってみました。えー とスピーカーですね横向きにした時左右の鳴り分けはできています、えー、ただ縦向きにした時のスピーカーの反転はありませんカメラアプリはですねまぁ、あ、こんな感じになっています、えー、通常のタブレットよりは撮影モード多いかなと思います例えばプロモードとか、えー、夜景モードですねあと動画写真に ポートレートですかね。あと5000万画素ですね。えー、カメラ5000万画素なんで5000万画素で撮れるモードです。あとですね、スローモーション、パノラマ、タイムラプス等ですね。えー、タブレットにしてはね、撮影機能は結構豊富です。HDR の撮影もできます。で、カメラね、5000万画素 JN1 ということで割とですね、条件が良ければ結構綺麗に映ります、まあ。うちの猫をね、撮ってきたんですけどどうですか結構綺麗に映ってると思いません、ね、まあ室内なんでね。 まあ条件は悪くないとは思いますが、まあ、タブレットにしては結構ね、綺麗に映ると思います。それでは次はですね、インカメラのテストです。まあオンラインミーティング用に使えるかということなんですけども、一応ですね、えー、インカメラ800万画素ですけど、フル HD で撮影ができるようです。どうですかね、画角的にはやっぱりタブレットの画角ですね。 え見た感じはそんなに汚くはない。まあ普通には使えるかなという感じです。まああとやっぱりマイクですよね。いつも言ってますけど、やっぱマイクが結構重要かなと思いますけど、音声の入り方どうでしょうか。当然ね、分割画面にも対応しています。ここにタスクバーみたいなのがあって、ここからもね、分割できるんですね。はい、こんな感じで分割が可能です。 で最近の android タブレットはですね分割画面に対応しつつさらにデータのアプリ化の、ね、ドラッグドロップにも対応しているということで、えー、例えば、ね、この USI ペンの写真をね、えー、資料に貼り付けたいという場合ですね例えばまずアプリを分割しますここからじゃあドキュメントをこちら側に開きますここでですねでこれに貼り付けたいということでこれをつかんでこちらにポイと。 ここんな感じじででで簡単にね画像を挿入すすることができますそれではじゃあキーボードを見てみましょう、えー、キーボーボドはですね一応キーボード付きとなしが販売ページには出てるんですが送られてきたキーボードはこれですねだから専用のキーボードというよりは、まあ、よくあるですねこういった格安の n d r o i d タブレットに使うすごい薄いですね簡単なキーボードが付いてくるみたいです。 こちらがキーボードになります。これはですね、えー、日本ではダイソーとかでも売ってるやつですね。はい、少しこうしなったようなやつです。まあ、ただこれがね、後ろ、ちょっとこういう金属になっていて、ここがね、マグネットなんですよ。なのでこれがね、ピタッとつくような仕組みにはなってるんですね。まあ、だから置くと動かないようにはなるので、まあ、そこは考えられてるのかなと思います。 まあこれでねかなりしっかりとあのね固定されるのでまあこれもともとこうちょっとしなってるとかたわんでるとかっていうねどうしても薄いんでこうね反ってきちゃうんですがこれにつけることによってその反りもね収まってピタッとくっつきますんでまあこれはこれでねこういうね薄い安いキーボードをつけるには非常に使いやすい考えられたケースになっています。でですので 逆に言うと、他のキーボードでもいいんですね。別につかなくてもいいんだったら、まあ、ご自身が持っているキーボード、あるいはもっとしっかりとしたキーボードをですね、まあ、ここに置台、置台ですね、置台になってますので、まあ、だから他のキーボードでも使えるということです。まあ、だから逆にこれをつけたまんま、特にこう閉じられるというわけでもないんですね。こう結局、引っかかってしまうという感じです。 ボードをつけるとこんな感じですね。まあ接続はね、当然ね、無線なので、Bluetooth キーボードになっています。えー、娘のスマホということで、割と打てますね。意外とこれ打ちやすいな。ということで、今日はタフネス,スマートフォンで有名な AGM のタブレットですね。ただタフネスタブレットではない、えー、パッド P2 紹介させていただきました。えー、スペック見ましたけれども、基本的には、 今すごく増えている全部入りのタブレットですね。ヘリオのね G99 を搭載して、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応しつつ、ネットフリックスの再生もできるということで、あと SIM カードが入って、擬摘マークがあるというね、まあ、そういったフルセットになっているんですけれども、あとですね、この端末の特徴は専用のケースが用意されているっていうところかなと思いますで。これがですね、意外と最初ね、 ただのケースかなと思いましたけど、このキーボードを置くところがマグネットになっていて、キーボードによってはちゃんとね、こう貼り付くような感じになるんで、これ意外と使いやすいなと思いました。そこがね、他のタブレットに比べて、えー、すごくね、面白いところだと思います。購入先についてはですね、動画の説明欄にリンクを入れてきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。